本日はお忙しい中お集まりいただきありがとうございますフェェンンシングジスサーブルの江村美咲です。今回私たちは「一歩踏み出す勇気を」のコンセプトに基づいて選手団一同全力で自分の挑戦に向かってまいりましたそんな中で自分の思っていた以上の力が発揮できた選手もいれば そうはいいいかかなかった選手もいると思いますでも、その限られたチャ,ンスにチャンスの中で全力で立ち向かう選手たちの姿っていうのは結果にかかわらず少しでも日本や世界中の皆様に一歩を踏み出す勇気を与えられる姿だったんじゃないかなと思います。私自身もも勇気をもらって今回競技 の競技を越えてチームジャパンとして選手団一同を高め合ってすごくいいオリンピックになったんじゃないかなと思いますまた日本から時差がある中遅くまで応援してくださった皆様や現地で応援してくださったたくさんの方々に私たちも勇気をもらいました改めて。 改めてここでお礼を言わせていただきたいです本当にありがとうございました以上ですはいありがとうございました続きまして中良紀州お願いいたします、えー、ブレーキ日本代表で、えー、今回パリオリンピックに出場させていただきました紀州、えー、を務めさせていただきました中良茂樹です、えー、まあ僕個人としては、えー、いろいろ こう悔しい思いだったりとかも、えー、もちろんあったんですが本当にこのパリオリンピックという大会に挑戦したことにすごく意味がありましたし、まあ、今日は旗手として、えー、ここの席に、えー、出席させていただいているので、えーまあ、機手としての,この経験でいうと本当にこう開会式から自分の競技そして閉会式までこのオリンピックという祭典をこう楽しみ尽くしたしこの 経験は本当にかけがえのないものだったなというふうに今思い返しても感じますそしてこのオリンピックという祭典はもちろんナンバーワンを争うナンバーワンに向けて全力で努力をするそんな皆さんの姿に全国民全世界が勇気づけられたりエネルギーをもらえるそんな素晴らしい大会だと思っているんですが。 まあその中で活躍された今日、出席されているメダリストの皆様には本当僕もあのおめでとうございますという気持ちでいっぱいですし、えー、ただこう、トップを目指すという、えー、中でもちろん悔しい思いをする方々もたくさんいてすで、えー、にこのステージに立つ時点でこの舞台に立つ時点でオンリーワンの存在でその中でナンバーワンを決める大会というのが このオリンピックだなというふうに改めて僕は感じましたし僕自身がやっているこのブレイキンダンスというものは特にそのオンリーワン自分のこう存在そのものにどれだけ価値をつけてその中で特別なもの同士がナンバーワンを決めるところにすごく人々が胸を熱くするという。 だからそういったところにすごく魅力があると思っていてこのオリンピックではそういったメッセージも伝えれたらなというふうに思って活動させていただいていたのでそれが少しでも自分の活動であったりこのオリンピックを通じてブレーキングが伝えれていたら良かったなと思います、えー、本当にありがとうございましたはいありがとうございました以上小型団長そしてお二人の機種からのコメントをいたしました 続きまして出席しているメダリストより一言ずつコメントをいたしますステージの準備があります少々お待ちいただければと思います はいお待たせいたしました、えー、それではメダリストの皆さんから一言ずついただきたいと思います、えー、まず大会を通して、えー、皆様の方から一言ずつ感想をおっしゃっていただければというふうに思いますまずは金メダリストの皆さんよりコメントいたします皆さんの向かって左手より橋本選手よろしくお願いいたします体操競技の橋本大輝です パリ大会は東京五輪の悔しい思いを晴らし団体で金メダル獲得をすることができて本当に良かったと思ってますはい、岡選手お願いします体操競技の岡慎之介です団体個人、そして種目別で複数のメダル獲得できました応援ありがとうございました続いて茅谷選手お願いいたします体操競技の茅谷勝馬です、えー、まあ最後まで諦めず、えー、みんなで 団結して金メダルを獲得することができました応援ありがとうございました続いて杉野選手お願いいたします体操競技の杉野貴明です、えー、本当にチーム5人で最後まで諦めず金メダルという目標に向けて全力で行った結果を獲得することができました応援ありがとうございました谷川選手お願いいたします体操競技の谷川渡です、えー、今回こうやって金メダルをここに持って帰ってこれたことがすごく嬉しいなと思っています 今後は体操をもっと楽しんでいくっていうのと体操界の発展にもっと貢献していけたらいいなと思ってます、はい、続いて、えー、樋口選手お願いいたしますレスリングフリースタイル5 7ラム級の樋口です減量、えー、はとてもきつかったんですが、えー、試合はすごく楽しむことができたかなと思いますはい、清岡選手お願いいたします レスリングフリースタイル65キログラム級の清川ですえっ、ー、とオリンピックを通してとても楽しく試合をすることができましたし自分の戦う姿を見て皆さんに勇気や希望を届けられた大会になったんじゃないかなと思います応援ありがとうございました続いてみた選手お願いしますレスリンググレコローマンスタイル65キログラム級の文田です、えー、3年前から 次こそ金という思いでやってきたので、えー、その思いが実って良かったと思います。ありがとうございました。続いて草加選手お願いします、えー。レスリング77キロ級の草加直です、えー。長年の夢を達成できて良、えー、かったです。応援ありがとうございました。続いて藤波選手お願いします。女子レスリング53キロ級の藤波明です。ずっと憧れていたオリンピックっていう舞台でレスリングをすることができて幸せでした。 応援ありがとうございました。続いて桜井選手。レスリング女子五十七キロ級の桜井つぐみです。夢の舞台で活躍が活躍することができてとても幸せでした。応援ありがとうございました。続いて元木選手。女子レスリング六十二キロ級の元木桜です。憧れの舞台でたくさんの方のおかげで金メダルを取ることができて良かったです。たくさんの応援ありがとうございました。続いて神戸選手。 女子レスリング76キロ級の由加賀美優香です、えー、周りの方の支えがあって今私がこの結果を取れたと思います、えー、日本人初の最重量級金メダル獲得することができて嬉しいですありがとうございました続いて加納選手フェンシング男子エペの加納幸喜です今回のオリンピックは自分にとって本当に素晴らしい時間となりました本当に応援ありがとうございました二列目に行きまして松山選手 フェイシング男子フルーレの松山恭介ですまずこのような素晴らしいメダリストたちとこの場に立てて非常に嬉しく思っています、えっと、個人としてもフェンシング競技としても4年後8年後引き続き多くのメダルを獲得できるように頑張っていきたいと思います続いて飯村選手フェンシング男子フルーレの飯村和樹ですこの金メダルを糧にこれからもフェンシング界を日々先導していきたいと思います応援ありがとうございました続いて式根選手 フェンシング男子フルレの式根高博です今回金メダル獲得とても嬉しく思いますまだ満足できてないので新たな目標に向かって頑張っていきたいと思います続いて長野選手フェンシング男子フルーレの長野雄大です日本に金メダルを持ち帰れてとても嬉しく思います応援ありがとうございました続いて長瀬選手 柔道八十一キロ級の朝倉です。今大会では自分の持っている力を出し切れた。そんな大会だったと思います。ありがとうございました。続いて、阿部選手。柔道六十六キログラム級の阿部姫です。無事二連覇達成することができて嬉しく思います。次は、え三連覇を目指して頑張りたいと思うので、これからもよろしくお願いします。続いて、角田選手。柔道四十八キロ級の角田なつみです。 少しずつ実感が湧いてきて、今は応援し支えてきてくれた方々、皆さんへの感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。続いて、湯浅選手。ブレイキンのアミです、えー。オリンピックを通して、10人といろんなブレイキンの魅力が少しでも多くの皆さんに伝わってたら嬉しいなって思います。応援ありがとうございました。続いて、堀尾選手。 スケートボーダーの堀米ウッドですこの3年間死進撃でやってきて良かったと思います応援ありがとうございました続いて吉澤選手スケートボードストリートの吉澤ココです今回諦めず取り組んで優勝することができました応援ありがとうございます引き続き銀メダリストの皆様の方からも一言ずついただきますまず松下選手 競泳競技の松下智之です今回は金メダルを獲得することができました4年後に向けてまたさらにトレーニングしていきたいと思います応援ありがとうございました続いて玉井選手水泳飛び込み競技の玉井陸人です今回悲願の悲願であった飛び込み界初のメダルを獲得することができました応援ありがとうございました続いて高谷選手 えー、男子レスリングフリースタイル 74kg 級の高谷大地です、えー、言葉の垣根を超えた、えー、オリンピックでしか味わえない、えー、ただ、えー、準決勝であ決勝で、えー、かあの悔しい思いをしましたがそれ以上にメダル以上にあの価値のある瞬間を得られた本当に楽しい試合でした、えー、応援ありがとうございました続いて、えー、後列いきまして岡田選手セーリング競技の岡田圭司です 美しいマルセイユの海そして空のもとセーリングを楽しませていただきました4年後さらなる高みを目指して頑張りたいと思います応援ありがとうございました続いて吉岡選手セーリング競技の吉岡美穂です私は3回目のオリンピックの挑戦で今までの努力が報われてこうして銀メダルを獲得することができてと,れとても嬉しく思います続いて早田選手 卓球の早田ひなですと今大会は本当にたくさんの方に支えられてそして支えられた方たちのために頑張れた大会でした応援ありがとうございました続いて平野選手卓球の平野美宇ですと今大会は日本団体女子でこう銀メダルという結果をつなげられてすごく嬉しく思いますありがとうございました続いて張本選手 卓球競技の張本美和です、えー、すごい夢の舞台はすごい楽しめましたこれからの成長につなげていけたらいいなと思っています応援ありがとうございました続いて水戸選手フェンシング男子エペの水戸和康です 今大会は連覇とはなりませんでしたが2大会連続のメダル獲得は世界に僕たちのチームの強さを証明する結果になったと思っております本当に皆様の応援があってこそ成し得た結果だと思っております本当に応援ありがとうございました続いて山田選手フェンシング男子エペの山田真です、えー、皆さんのおかげで本当に取りたかった今回 金取りたかったんですけど二連覇とはなりませんでしたがメダルを持って帰ってくることができホッとしています次またしっかり休んで次どうするか考えたいと思います応援ありがとうございました続いて小又選手フェンシング男子シェの小又明です皆様のご声援のおかげで何とか自身初のメダルを獲得することができました応援いただきありがとうございましたこの後後列行きまして村尾選手お願いいたします 柔道競技の村尾三次郎です個人団体ともに銀メダルと、えー、クヤスターの残る大会となりました、えー、この貴重な経験を次に生かしたいと思います応援ありがとうございました斉藤選手お願いします柔道競技の斉藤敦です本当にクヤスターが残る大会だったので4年後この彼を必ず返します応援本当にありがとうございました続いてウルフ選手、えー、柔道競技のウルフアロンです 本日は私のためにこの夜会を開いていただき誠にありがとうございます応援ありがとうございました続いて橋本選手柔道競技の橋本総一ですチームジャパンで戦えたことまた柔道競技とに出会えたこと嬉しく誇りに思いますたくさんの応援ありがとうございました続いて永山選手柔道競技の永山理一です今回は銅メダルという悔しい結果に 終わったんですけど、もうたくさんの応援のおかげですごくいいオリンピックになりました。次は金メダルを取ります。応援ありがとうございました。続いて高山選手。柔道高山莉香です、えー。悔しさもありますが楽しく柔道ができました。応援ありがとうございました。続いて新添選手。柔道の新井咲です。個人では思いような結果が出なかったんですけど、えっと憧れの舞台で。 戦えたことを誇りに思います。ありがとうございました。続いて高市選手。柔道の高市美久です。最高の仲間と挑戦できたオリンピックは、私にとって貴重な時間となりました。応援ありがとうございました。続いて船久保選手。柔道の船久保遥です。この貴重な経験を次に生かしていきたいと思います。ありがとうございました。次に佐藤選手。近代五州、佐藤大衆です。 皆さんの応援熱いサポートのおかげで取れたメダルです心から感謝申し上げ,し上げますありがとうございました続いて安楽選手スポーツクライミングの安楽佐とです今回2位という結果だったんですけど大会の内容で見たら全然ダメなところがまだまだ多かったのでこれからも練習頑張りたいと思いますありがとうございました続いて赤間選手スケートボードストリートの赤間リズです 今回パリオリンピックで銀メダルを獲得することができてよかったです皆さんのサポートと応援のおかげで取れたと思ってますありがとうございました続いて平木選手スケートボードパークの平木ココナです皆さんの応援のおかげで二大会連続銀メダルを取ることができました応援ありがとうございました続きまして銅メダリストの皆様の ここからも一言ずつコメントをいただきますまずは須崎選手お願いします、はい、女子レスリング5 0ラム級の須崎優衣です今回皆さんの応援のおかげで気持ちを強く立て直し銅メダルを獲得することができましたこの銅メダルがロサンゼルスブリスベンオリンピックで金メダルに変えられるよう頑張りたいと思います応援ありがとうございました続いて尾崎選手女子レスリング6 8キロ級の尾崎野の,のかです 夢の舞台で戦うことができて本当に幸せでしたこれからも感謝の気持ちを忘れずに頑張ります応援ありがとうございました続いて大岩選手総合馬術大岩です、えー、ついこの間まで大学生だと思ってたんですがいつの間にか初老と呼ばれるような年になってしまいましたただあのここまで続けることができたのが本当に良かったと思いますあの長いこと応援ありがとうございました続いて北島選手 総合馬術の北島です、えー、本日はありがとうございます、えー、このような場所に入れることを誇りに思います、えー、ありがとうございました続いて友人選手総合馬術の友人一馬です今日早々とあるメダリストの皆さんと一緒にこの場にいられることを嬉しく思いますサポートを応援してくださった皆様そして共に頑張ってくれた相場に感謝したいと思いますありがとうございました続いて田中選手 総合馬術の田中俊之です92年ぶりのメダルということでチーム4人で取れたことは最高に幸せです応援ありがとうございました続いて東選手フェンシング女子フルーレの東セラですパリオリンピックまでの道のりを応援サポートしていただいた方々に感謝しかないです応援ありがとうございました続いて上野選手 フェンシング女子フルーレの上野優花ですこの4人で歴史を塗り替えられたことを本当に嬉しく思いますありがとうございました続いて宮脇選手フェンシングの宮脇佳林ですパリでフェンシングは大活躍だったと思いますがここで途切れさせずにロスに向けてまた全種目一丸となって精進してまいりますありがとうございました続いて菊池選手フェンシング女子フルーレの菊池小牧です えー、チームみんなで嬉しい涙を流すことができました、えー、たくさんの応援やサポートありがとうございました続いて高島選手フェンシング女子サーブルの高島理沙です、えー、女子サーブル史上初のメダル獲得に貢献できて嬉しく思います日本からたくさんのご声援をありがとうございました続いて福島選手フェンシング女子サーブルの福島千美です オリンピックという舞台でチームのみんなと一緒に史上初のメダルを獲得できたことをすごく嬉しく思っていますありがとうございました続いて尾崎選手フェンシング女子サーブルの尾崎競里です今大会ではチーム一丸となって日本にメダルを持ち帰ることができて本当に嬉しく思いますたくさんの応援ありがとうございました続いて志田選手バドミントン女子ダブルスの志田千春です 私たちは初めてのオリンピックになりましたがすごく自分たちらしく楽しくプレーできたので良かったですたくさんの応援ありがとうございました続いて松山選手バドミントン女子ダブルスの松山奈美です夢だったオリンピックの舞台に立ててとても幸せでした応援ありがとうございました続いて渡辺選手バドミントンの渡辺太ですサポートしていただいた皆さんが取らせてくれた銅メダルだと思っていますありがとうございました 最後に東野選手バドミントンの東野有沙です本当にたくさんの方々の応援や声援のおかげで取れた銅メダルだと思っています本当に応援ありがとうございましたはい、メダリストの皆さんから一言ずついただきましたありがとうございましたこれより質疑応答に入りたいと思います